に弓を引いてみよう、パート3。まあこんなテンションですよ。三等なの。なるほど。前回の反省としてはどんな感じですか。まあ車検はそんな悪くない、ないと思ってるんで、はい、僕は離れがしっかり出ないと当たんないですよ。結局は9度なんて離れたんですよ。離れって射形の一つじゃない。射形の一つだけど、あんな瞬間的なものをさ、意識的にやるの多分無理なんだよ。まあ確かにな。だからもう上手くなるまで練習するしかないと思うんですけど、まあ前回から僕は一回も練習できてませんが、まあ奇跡を信じてね、3度しか12日やっていきたいと思います。反省するべき場所はだって分かったもんね。そうね、大体離れなんで、あとは気持ち、メンタルの部分でまたに持っていければ、気持ちでね、はい、押していく。そう、メンタルで勝つ。ということでやっていきましょう。思ったの、俺は上手い人じゃないんだからさ、うん、当てようとかって思わなくていいんだよ。変に現役の頃みたいに、ただやることをやればそれなりの結果はついてくると思うんで、もう僕は当てにこだわりません。こだわってやるかよ。こだわったからとりあえず一歩練習しよう。普通にだってね、投資もせずにさ、うん、12試合11中なんて結構むずいよ。暴挙、うん、暴挙ではある。いきます。はい、どうぞ。嬉しそう。嬉しそう。何こいつ。いやさ、それ当たったら嬉しいやん。それみんな誰しもそうやん。けどさ、別にそんないいとかなってるわけじゃないんですよ。なるほど。こだわるなよ。うん、こだわらずにやるわ。頑張ります。その順位ですね、楽しんでやりましょう。今日も下も。はい、それでは一立ち目始め。弓道ってさ、絵が変わらないから大変だよね。だからさ、弓道の試合ってさ、面白くないよ。もう当てるか当てないかだからね、正直。盛り上がりにかけるような。よし。いや、あれ抜いてるね。あ、抜いてる。うん、上に抜いてる。あ、そっか、辛いね。全然辛くねえよ、もう。よし。マグリマグリ。絶対内心いいと思ってるわ。マグリマグリ。よし。離れ出てるかな、綺麗に。出てないと思うよ。何も出てないと思う、俺も。だって、伸びきれじゃないもん、なるほど。他で補ってる。たまたま全部のタイミングが合うだけなんじゃないの。そんなたまたまで当たってたら俺もっと当たるって。お前何、お前3本引いて2本当たっといてたまたまだよ、お前。下に矢所行ってないんで、個人的にはいいかなと思っています。でも12社11無理でした。です。佐野くんが来てくれました。ということで2中でしたね。はい、惜しかったね。まあね。実は惜しかったよ、ね、実は結構惜しかったよ。惜しかった。なんか今日ネガティブやな。え、ネガティブや。ポジティブになると当たんねえの。
それでは2たち目始め。今日上行くな。ね、上行くね。狙い変えてない？変えてない。よし。気の緩みですね。緩みですね。あまりやること変えてもったつもりないんですか。高さは良くなったけど、まっすぐ止まらなくなっちゃった。どこ今飛んだ？30。おもう一気に30。本当やったらお願いします。早い。もうね、貝が持てないんですよ。貝をね、張ってる状態あるじゃないですか。もうこれだこれだってなってきてるんですよ、気持ち的には。力の触り方的にも多分グーってなっちゃってる、はい、そのままパーンって出てるっていう感じが最後とか3本目とかしましたね。なるほど。3たち目は、えらいとこ飛ばす可能性があります。はいはいはい。今3中っすよね。今3中です。で、4つや詰めたら70なんで、前々回は超えれます。やばいです、はい、それでは、3たち目始め。よし。パトカー通るなよ。え？よし。まあ、今さ、絶対行きかけたよね、一瞬。マジでモテん。よくさ、今の状態から当てれたね。どうにでもなるやで。顔が重そう。体力使う。えぐい。4本目、最後。12本目。いや、ダメだ。話そうってならないの、そこでもう。あーって。いや、絶対当たらんもん。あー、なるほど。その気持ちがない、早けには。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ミュージシャン、50! 雰囲気は出てた。今までより。当たる雰囲気に醸し出してた。マジで？何なんだろうね。やっぱ、気持ち8割かな。いや、わかんない。わかんないね。え、でも離れはまあ綺麗なのもあったし、今日は比較的とはもっと撤収出てたような気はする。筋肉作りだと思うんですよ。ないっすよ。今12社を引くっていう能力が俺にないの。
多分ハナルの出てる感じとかこの引き分けの感じとかも人たち目がめっちゃ良かったと思うんだよ、2、3と比べると。だからあれが弓を引けてる状態、はいはい、自分がちゃんとで的中がどうかっていうところだけど、2たち目、3たち目はもう弓が引けてないから的中が出てようが出てなかろうがそれは違う偽りそれ偽りなんだよどうですか弓道有識者の皆さん。じゃあ今日のタツキとしては4社2中と。そうですまだ俺動画で買い物出してないんじゃん。確かにそうだね、すごいわだからまだ僕に希望しないでください。ちゃんと12社11社するまでこの企画やるんで、マジで見れて俺のこと。逆に3本以上もないけどな、言うな12社5中なんでどうします。本当に それでやってくったら破産するよとりあえず前回は壊れたよ。あ、そういう風にやっていくか。でさ、10中しちゃったらもう地獄よ。そうや、10中しちゃったらもう10か達成しかないわけや。そうなっちゃうよ、だって一回マグルでさ10中しちゃったらそうなっちゃうよ、だってそういう風にルールが今決まりましたのでそういう感じでやっていくんで、今回は一応ノルマクリアすることです。それ次回の動画でお会いしましょう。さようなら。